今日は Q&A 動画を撮ってみたいと思うんですけども、前回アップしたワンハンドダンベルカールの解説動画にいただいたご質問に、回答をさせていきたいと思います。ということで、まずそのいただいたご質問をご紹介します。いつも勉強させてもらってます。ありがとうございます。質問なのですが、トップの部分でしっかり収縮させようと肘を少し前に出すと、肘と重りが垂直になって負荷が抜ける感じになってしまい、フォームに悩んでいます。まだそんなに発達していないので、肘を折りたためてしまうのですが、垂直になってしまうぐらいなら肘を出さない方が良いのでしょうか？っていうご質問なんですけども、まあ、こういうお悩みをですね、まあ、同じように感じている方って結構いらっしゃるんじゃないかなって、思ってですね。で、あと、トレーニングにおいて、その重要な部分、要素っていうのがですね、お伝えできるのかなというふうに思いましたので、ということで、まあ、今回ですね、このご質問の回答をシェアさせていただきたいと思います。はい。じゃあまず、ご質問の状況をね、再現させていただくと、トップの部分でしっかり収縮させようと、肘を少し前に出すと、肘と重りが垂直になってしまう。で、まあ、負荷が抜ける感じになっちゃうということで、で、まあ、まだそんなに発達してないので、肘を折りたためてしまうということなんですけども、まあ、それは腕の太さっていうことですよね。腕の太さの、この加減で、こう、ぎゅっとね、肘が折りたためちゃうから、まあ、肘を曲げたときにより、こう、垂直になりやすい。肘を前に出すと、このような状態になっちゃうから、肘を、それだったら出さない方がいいのでしょうかっていうことなんですけども、まあ、この回答としてはですね、肘は、垂直になっちゃうぐらいだったら前に出さない方がいいです。垂直になっちゃうっていうのはこういう状態で、まあ、ダンベルの負荷っていうのは重力に対してこのように、地面に対して垂直にかかってるわけなんですけども、前腕が垂直に立ってしまうと、もう骨で重り支える状態になっていてですね、この姿勢を支えてる筋肉っていうのは三角筋の前側になっていて、上に頭筋は全然負荷かかってないですから、これを肘をちょっと後ろに引いていただくと、前腕が斜めになって、肘が伸びる方向に負荷がかかってますので、こうすると上に頭筋に負荷がかかりますから、この辺をトップにするように意識していただくといいと思います。で、これ、下ろすときも同じことが言えるんですけども、だらんと完全に伸ばすと、まあ、これもね、逆の、ポジションで、重りと肘が垂直になって、負荷っていうのは、この腕をぶら下げている僧帽筋、にしかかかってないという状態になりますから、ボトムもですね、肘はちょっと曲げた状態で、肘が伸びる方向に対して負荷がかかるところで、まあ、止める。ここで切り返して、で、トップはここ。まあ、このような動作を意識していただくと、負荷が抜けずに、往復の動作が行えます。ので、ぜひね、それを、まあ、鏡とかでね、チェックしながら行っていただければと思います。はい。で、この、その、動作を意識するときに重要になってくるのが、関節の可動域と、あと負荷のかかってる可動域は、区別して意識するっていうことなんですけども、先ほど、この方がね、おっしゃっていた、この肘が折りたためてしまうっていうのは、まあ、もちろんね、腕の太さっていうのも、その肘の可動域には関係するんですけども、関節の可動域を目いっぱいこう曲げようとするとですね、どうしても重力に対して負荷が抜ける部分っていうのが出てきてしまうんですね。で、トレーニングにおいて大事になってくる要素っていうのは、重力に対していかに反発する力をかけるのかっていう部分になりますから、必ず重力がかかってる範囲で動作を行う。っていうことがね、最優先で、関節の可動域っていうのは、まあ、生理的な可動域としてあるわけなんですけども、その中で、まあ、その重力がかかる範囲を往復するっていうことをですね、意識していただくことが、一番、まあ、重要な要素になりますので、ということで、まあ、ぜひね、その、負荷がかかる範囲っていうのを意識しながらやってみてください。で、先ほど言った、その関節の可動域、という部分ではですね、上腕二頭筋の可動域って、肘の曲げ伸ばし以外に、肩関節の屈曲伸展という、こういう動きも、加わるっていうのが、まあ、特徴なんですけども、まあ、これは前回のワンハンドダンベルカールの解説動画でもお話ししたんですけども、上腕二頭筋は、下は頭骨と、あと前腕にある筋膜から始まって、上は肩甲骨にくっついてる筋肉なんですね。だから、その2つの距離をしっかりと縮めるためには、肘を曲げるとともに、ちょっと肘を前に出すような
こう巻き上げる動作を行うことによって距離が近づくっていうことで、この肩関節の屈曲もとても収縮においては重要な動きになってきます。なので上二頭筋の最大限に収縮するポジションというのはこの辺なんですね。で逆にストレッチをかけるときっていうのは肘を伸ばす動作とともに肘を後ろに引く肩関節の伸展という動きを加えたこの辺りの姿勢、これが一番上二頭筋がストレッチされるポジションですので、なので上二頭筋の可動域全体を使った動きっていうのはここがストレッチで収縮と、これだけの範囲があります。なのでここからここまでね、全部負荷をかけられるマシンとかがあれば、まあ、それ1台で全部、ね、あの二頭筋に刺激を入れることができるっていう効率のいいマシンになるんですけど、まあ、そういうのは、まあ、僕はちょっと見たことなくて、でフリーウェイトで行う場合は重力が負荷になりますから、その重力がかかる範囲でこれをねやろうとした場合っていうのは、まあ、1種目では無理なわけで、でどうすればいいかっていうと、あの動作をですねいくつか分けて、その可動範囲を分割して行うっていうことが、まあ、必要になってくるわけなんですけども、例えば収縮ポジション、これで負荷をかけようと思った場合は体を前に倒すようにするとこそね負荷かかりますから、この体勢でこのような肩関節の屈曲を交えた収縮ポジションを作ると一番上二頭筋を収縮させる、ポジションで負荷をかけることができます。ただし下ろした時はこの辺までしか負荷かかりませんから、ストレッチの方向に関しては全然、その可動域が取れてないということになりますので、なので今度逆にストレッチをかけようとした場合はここで負荷がかかるポジションにしたいもんですから、今度は逆に体をこう反らせた状態にしてこんな感じでね行うとストレッチポジションで負荷がかけられますから、なので、ベンチをインクラインの角度にしてそこに持たれて行うインクラインダンベルカールがですねストレッチをかける種目としてはとても有効になってくるっていうことで、ポジションをですね、まあ大きく分けると3つぐらい、こう前傾したポジション、まっすぐ立ったポジション、インクラインの角度で行うポジションみたいな感じで、変えてですね種目をそれぞれ行うことで上二頭筋全体に刺激をかけることができるっていうのがですね、まあ、POF 法っていう考え方になるわけなんですけども、はい、ということでちょっと、一気に、ね、説明しちゃいましたけども、まあ、重力のかかる範囲っていうのがまず基本としてあって、その中で筋肉全体に刺激をかけるためには、まあ、そのポジションを変えることでそれを達成することができるっていうね、まあ、それもトレーニングにおいて、まあ、メニューを組む時の考え方としてとても大切になりますので、まあ、ただそれだと、まあ、上二頭筋に対して最低3種目やらなきゃいけないってことになるんですけども、まあ、その辺はですね、まあ、優先順位っていうのをつけていただいて、例えば、まあ、この方だとね、その腕の太さっていうことをおっしゃってますので、トレーニングを始めて、まだそれほど日は経ってないと思うんですけども、まあ、その言う場合ですと、他のね、胸とか背中とか足とか、大キングの方がね、メインになってくるかと思いますので、腕のトレーニングっていうのは、おそらく、まあ、補助的というかね、その大キングにくっつけて、まあ、補助的な種目としてやられているのかなというふうに思うんですけど、なので、あまりその腕のメニューを増やしすぎると、まあ、そっちのね、大キングの方を行う時間的、体力的余裕がなくなってしまうかもしれませんので、まあ、その場合はですね、まあ、上二頭筋のトレーニングは1種目でも、まあ、十分目標を達成できるのかなというふうに思います。で、その時に、まあ、何を、先ほどご紹介した3種目の中でしたら何をやればいいのかっていうと、基本的に筋肉を大きくするための刺激としては、ストレッチの刺激と、あとネガティブの刺激が、こう、重要になってくるというふうにね、言われてますので、個人的には、その2つの条件を叶える種目としては、まあ、立っておくのダンベルカールか、インクラインカールかなというふうに思いますので、まあ、そのどちらかで、行っていただいて、で、その時は、その重力のかかる範囲っていうのを意識していただくと、しっかりと上二頭筋に負荷をかけることができますので、まあ今日のね、回答としてぜひ、意識していただければと思います。という感じで今日は、いただいたご質問の回答ということで、ちょっとワンポイント的なね、お話をさせていただきました。まとめさせていただくと、関節の可動域よりも優先されるのは重力がのかかる範囲ということで、まあ、それは、上二頭筋に限らず、どの部位のトレーニングを行う時もですね、共通する
とても重要な要素になりますので、ぜひね、一つの参考にしていただければと思います。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。